モハメド・ファラーとも連れ合って転倒したが、それをものともせず優勝争いに復帰すると、代名詞でもある最後の100メートルのラストスパートでた、選手を置き去りにし、27分5秒17でゴールした。2021年6月25日に A マンチェスターで行われた、英国陸上競技選手権の1万メートルで、参加標準記録から約20秒遅れの27分47秒04。 あった2021年6月26日 AFB、ファラーは2011年初頭からナイキオレゴンプロジェクトに参加し、かつての男子マラソン世界最高記録保持者、アルベルト・サラザールの指導を受けている。また同じくオレゴンプロジェクトの一員であり、1万メートルのアメリカ記録保持者であるゲーレン・ラップは練習パートナーである。2012年7月14日に、 ファラーは ITV1 のゲームショーであるキューブに登場した。ファラーは自身のチャリティ25万ポンドを獲得する最初の人物となった。ありがとうございます。